どうもー、ちでーす。はい、今回はですね、こちらつむつむからでプレミアムボックス確率アップの方を聞いていきたいと思います。で、今回はこちら雪の女王エルサ、邪悪な妖精マレフィセント、あ、プンバも確率アップしてるんですね。はい、この3体のうちの、まあ一番は邪悪な妖精マレフィセントですね。これを狙って今日も引いていきたいと思います。で、今回は162万コイン貯めたので、合計54回と、あとプレミアムチケットが6枚あるので、全部で60回引いていきたいと思います。で、今回のこの162万コイン、まあ実質やったの161万コインなんですけど、貯めてる様子はですね、上のアイマークから移動して、つむつむ24時間生活の動画をご覧ください。で、今回ですね、リストはこんな感じになってるんですけど、僕よく見たらほとんどスキルマなんですよね。結構スキルマのキャラクターがいるんですけど、はい、こんな感じになってます。10.76%。結構低くなったね。前回は、16.05% だったんですよ。結構下がりましたね。あとね、ちょっと気になったのがね、コイン稼ぎで使えるって言われてるこのガストンと、あと、野獣。これが他のキャラクターよりもパーセンテージ低いんだね。これが出ないゆえんなのかなって思いました。はい。まあ、今回はね、10.76% で引いていきたいと思います。じゃあ、まずは、チケットの方を使って6回引いちゃいましょう。もうね、数がね、60回で過去最大なので、もうパッパッパッパ引いていきたいと思います。じゃあ、行きましょう。1回目。さあ、今回は何体出るかだよね。はい、ティモシーからですね。前回ね、全然、まあ、出たのは出たんですけど、数が少なかったんですよね。モアナー。なんか今日これだけ引いたらスキルマンになりそうだよね。何かね、キャラクター一体ぐらいは。あとできたらね、おお、出ました、雪の女王エルサ。ガストンも今レベル上げスキルチケットを使ってほとんどやっちゃってるんですけど、まあ、できたらね、こういうガチャでね、引けるときに引きたいよね。おお、来たー、邪悪な妖精マレフィセントも一体出ました。いいね、今日なんかいいんじゃない、まんべんなく出てる気がする。しかもまだチケットだからね。いいですね。次は、うおー、また来た、また来た、また来た。いい感じ、いい感じ。どんどん上がってほしい。あと何体だろう ?20 何体とか多分引かないといけないのかな。多分ね、今後ね、出づらいキャラクターになると思うんだよね。だからこういう時にね、たくさんなるべく引いておきたいよね。はい、じゃあここからは162万コイン使って、あと54回引いていきたいと思います。ガンガン行きましょう。さあどうだ、ニックじゃない、フィニックか。お、フィニックももうスキルこの 92%。結構育ってる。やっぱり今日なんかスキル版になりそうだよね、何かね。ならないかな。はい、ラメレススキル4になりました。どんどん行きます。いやね、この間の24時間つむつむはね、正直ね、舐めてた。まあ、言うて24時間って言ってもね、好きなつむつむをずっとやってるから、苦でも何でもないだろうと思ったんですけど、うわ、来た、派です。いや、最初のね、何時間だろう。3時間ぐらいは、まあ、普段でも全然連続でやるぐらいの時間なので、なんじゃなかったんですよ。ただまあね、集中力はね、どうしても切れちゃうので、だんだんコインが稼げなくなってったりとか、あと僕もともとプレイが下手なので、ジェダイルーク使ってもまあ行って7000とか多い時でマックス1万何千とかあったんですけど、おエルサも来ました。まあそんな感じだったんですよ。できつかったのはやっぱり4時間以降もう地獄ですね。残り20時間くらいからもう地獄が始まりましたね。なんでこんなことやってしまったんだろうっていう後悔と。まあでもね、やった以上ね、達成したいからね、頑張ってやったんですけど。まあ、きつい。はい、ハデス来ました。スキル4の 50%。まあ、パーセンテージはね、低くないからね、ハデスの方が。ガストンとかは低いけど。はい、エンジェル、スキル5の 61%。次は、すごいね、今日なんか結構出るよ、マレフィセント。これスキル5いくかもね。いくかもしれない。次、じゃじゃんと、ジュディ、あれ、ジュディ、おー、ジュディももうちょっとでスキルマ。
そうで、一番本当にしんどかったのが残り2時間。お、プンパ来ましたね。スキル2になりました。プンパ今回曲付きだったんだね。残り2時間がもう本当に生き地獄のようで、なんだろうね、プレイしてるんだけどもう頭が完全に思考回路停止してるんですよ。うわ、ガストン来た、ガストン来た、1体スキル4の25。いやー、でも結構あるな、まだまだチケットは、スキルチケットは使わないで貯めてるんですよ。一気にこう入れようと思って。うわ、プンバー。だからね、なるべくね、あのこう通常ガチャで出せるだけ出したいのは気持ちとしてあるんですよね。できたら野獣もね、育てたいからね。スキル5の55、オラフ。そうで、最後の、あの、2時間がもう地獄で、もうね、貯められないんですよ、コインが。なんだろう。ずーっとこう、もう、スイマーとも戦ってて、集中力も切れてて、でもやってるみたいな状態なので、1回1回のプレイでね、ひどい時はね、ほんと2700コインとか、そんなだったんですけど、あのコインボーナスとかつけてるんで、2700コインだけもらったとしてもプラス100コインとかにしかならないんですよ地獄でした。まあ、僕はね、もともと本当にプレイが下手なので、高得点というか、まあ、コインは稼げない方なんですけど、まあ、それでもね、あ、プンパ来た。なんだろう、他のキャラクターに比べたら、まあ、5000とかってね、あの通常のコイン稼ぎつむつむだと稼げるような枚数ではないので、それだけでもね、すごいありがたいんですけど、まあそれにしてもね、残り2時間はきつかったマキシマス4の85%。いや、なんだろう、引いても引いても今回はなかなかなくならないですね。まだあと100万コインあるんだ。うわ、ゴッドマーザー、マーザーじゃない、ゴッドマーザースキル5の 60%。 結構高めだね、全部。お、ようやく100万コインもうすぐ切るか。ちゃんと、うわー、来たー。いやー、いいね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 スキル4の 62% 邪悪のマレフィセント。はい、次、じゃじゃんと、ドン。おー、これは160万貯めた甲斐がある。どんどん育ってきますね。いいですね、いいですね。さあ、最後じゃない。なんで今最後って言ったんだろうなんで今最後って言ったの。全然最後じゃない、まださあ、次行きましょう。じゃん。まだ多分24時間の後遺症が残ってるのかもしれないなんかね、あの後なんかね、こう切りを良くするために実は1万コインだけ裏で貯めたんですよ。もうその時もね、なんだろうね、まあ24時間やってたてば 1万コインなんかはなんじゃないんですけど、なんかこうプレイに身が入らないっていうか、なんかちょっとね、ふわーってしたような状態なんですよねはい、まあ、トラウマ、コメントにもありましたけど、トラウマまではね、いかないんですけど、結構ね、そのね、あの動画を編集してる時も、その24時間のこの苦労が蘇ってきて、あーっていう編集してる時もなんかちょっと辛い気持ちになるっていうね感じでした。いや、でもいいね、マレフィセントいっぱい出るね。あ、エルさんも来た。いい感じ、いい感じ。スキル4の 50%、 これ両方スキル5いってくれたらありがたい。確率は前回より低いんですけど、なんかね、前回より出てる気がする数多く引いてるからそう感じるだけかな。じゃじゃんと、お、スメン、あ、スメンまだ全然か。はい、あと78万コインある。楽しい、これだけ引けると楽しい。マキシマスがスキル5になりました。次、どんどん育てたい。これどうなんだろうね、今回のこの確率アップが終わったら、ガストンとかみたいにすごい低くなるのかな。 1. 点何パーとかになっちゃうのかな。なんか見てると、イーツムツムはなんか確率低めな感じだよね。ドリースキル5の 68%。 次、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。じゃじゃんと、うわ、来たー、来たー、スキル5になったスキル5になりました。あのね、
確率アップ中に多分僕スキル5まで育てたのって初めてかも。フェアリーゴッドマザーの時でどんぐらいだったんだろう。結構引いてスキル4かな。うわ野獣、あれ野獣もうすぐでスキルまだ結構育ってたね。野獣久しぶりに見た。さあ次ぐらいなんですよ。なのでこんなねスキル5まで貯めたことってないんですけど、まあ、逆に言うとねこれだけ引かないとスキル5にならないんだってのが今すごい実感しました。今月すごい引いてるもんね。相当コインぶち込んでると思うんですよね。さあ次じゃじゃっとジュディー、うわっ卒業、ジュディー卒業しました。スキル満になりました。やっと一体スキル満いいね。じゃじゃん、おーガストンも来た。2体目、これだけ引くと2体ぐらいは出てくれるのか。そっか、スキル4の 37%。いいですね、いいですね。次は、じゃん、ハデス。ハデスよく見るね、今日。ハデスよく見る。さあ、次は、じゃじゃん、わお、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 わお、2体目、フィニックもスキルは卒業ですね。すごいね。着々と卒業していく。いい感じ、いい感じ。じゃじゃん。なるほど。ゴッドマザー。お、でもゴッドマザーもスキル5の 65% 結構いってますね。はい。まあでもね、新ツムなんだよね、出たいのはね。ジャッファー、スキル4の 75%。残り39万コイン。じゃじゃん。あー。エルサもスキル5いくかな、これいかないかなっていうところだね。次じゃん、ドリー、おおお、ドリーももうちょっと、もうちょっとで卒業。残り33万コインじゃん、あーヘラクレス、スキル5の 14%。 はい、残り30万コインになりました。こっからはあの僕がよく使ってる30万コイン、残り10回ですね。さあ残り10回何体出るか。バーンとヘラクレス、スキル5の 21%。 さあ次行きましょう。じゃじゃん、どうだ、オラフ、オラフも結構高いスキル5の 66%。 いいですね。なんだろう、このペースで引いてるのに全然コインがなくならないってすごいね。ある意味楽しい。さあ次はトラ、うわー3体目来た、ガストン、スキル4の 50%。 でもスキル4の 50% か、低いね。まだまだスキル5まで行きたいけど。トラ、ジーニー、スキル5の 28%。 なんかジーニー久しぶりに見た気がする。はい、残り5回ですね。さあいよいよラストが近くなってきました。プンバ、何気にプンバ結構出てるよね。スキル3の 75% になったよ。はい、どんどん行きましょう。次は、じゃじゃん、またプンバだ。スキル4。スキル4まで育ちました。今回の新ツムはいい感じにみんな育ってくれてますね。さあ次は、ドン。はい、ジャファー、もうちょっとでスキル5。ジャファーもうちょっとでスキル5。あと2回ですね。あと2回になりました。あと2回24時間コインを貯めていたのが一瞬に溶けていくっていう。はい、ラスト1回です。いやー、エルサもスキル5まで持っていきたかったけど無理だったか。なるほど、まあまあまあ、マレフィセントがねスキル5になってくれたので、まあ同じですね。はい、ラストいきましょう。締めは何か、ドドン、おー野獣だ、うわー野獣 80% までいった。いや、これスキルチケットでボンって上げちゃってもいいな。まあ、ちょっと考えておきます。はい、というわけでですね、今回僕のつむつむ史上一番多くのガチャを引いたんですけれども、結構出てくれましたね。マレフィセントもスキル5まで育てることができました。なんかよく考えたら、このプーパーがちょろっと右に、ね、顔出してるの可愛いね。はい、まあまあまあ、あと、なんだろう、今月、チケットが何枚かもらえるみたいですね、プレゼントで。どうしようかな。もう一回、
引こうかな。ちょっと考えておきます。引けたらあと1回確率アップ中に引きたい気もするんですよね。うん、ちょっと考えておきたいと思います。はい、というわけで今回24時間で貯めたコインとあとチケットを使ってがっつりやった結果、マレフィセントはスキル5にはなりました。いやー、よかった。目標はとりあえず達成ですね。はい、というわけでまたコインの方稼いで次ガチャやっていきたいと思います。じゃあ今回はここまで。チーでした。いやー、160万は大変だよ。よかったら上のiMacから見てみてください。